こんばんは、日常演武です。本日はファミリーマートのアイス、パン、スイーツなどいろいろ食べていきたいと思います。まず開催された米田コーヒーコーラアイス、本日はすごく好きということなので、少し大人向けの味わいなのかな。いただきます。ごちそうさまで、本当に食べた米田コーヒーアイスバーはアイスの規定なのかなと思ったんですが、結構コーヒーが苦めで、目が覚める大人の味わいになってますので、朝一番に食べたらちょっと変ですけど向いてると思います。全然に抹茶そしたら体の香りが広がってきて、さっぱりと食べることができました。同じ抹茶でもこちらのクリーム抹茶パフェはどちらかといえば濃厚な味わいで、ブラウニーのぬるっとした口溶けなどから濃厚な抹茶の苦味を味こちらのことができて美味しかった。じゃあクロワッサン、クリームぜんざい、ぜんざいっていうのをおもそばでハテナがつぶるのがありますが、サクッとした生地のクロワッサンとさっぱりとしたあんこ、まったりとしたクリームの味わいがよく合っていて美味しかった。やっぱりぜんざいっていうのがこれ、塩に牛皮脂肪入ってるみたいですけど、あまり感じられなかったですね。最後に食べて、最後に香ばしいアーモンドクッキーサンド、キャラメルとアーモンドベルの場所から美味しかったです。歯につくので詰め物に伸ばしてる人が気をつけた方がいいかもしれない。ザクッとしたのも美味しくて、ベトッとしたのがくれなければおすすめできている商品なので、今回の代表としてご提案させていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。